仏舎利、仏舎利、仏舎利とは、入滅した釈迦が、ダビに付された、蔡の遺骨を指す。し利は、シャリ,はシャリラの恩赦であり遺骨、または遺体を意味する。また、仏舎利とし利は日本において、しばしば同義語で、し利ということで、聖者や釈迦のそれを他と区別する。釈迦入滅の畜しながらの統治部族マンラ族は、当初仏舎利の占有を表明し、 仏教を国教とする周辺国との間に、仏シャリをめぐって争いが発生する事態となったが、結果として8等分され、それに、容器と残った灰を加えて、周辺内外の10箇所の寺院に奉納された。200年の後、インドの経験な仏教徒であった、マウリア朝のアショーカ王は、インド統一を果たした後、全国8箇所に奉納されていた仏シャリのうち7箇所の、 仏舎利を発掘し、遺骨は細かく粉砕し、一粒一粒に分け、怪人は微量ずつに小分けする作業を行って、最終的に周辺国も含めて八万余の膨大な寺院に再配布を実施した。仏教が後年に伝来する中国では、多くの僧が仏舎利の奉納されたインドやタイに赴き、仏舎利の収められたストゥーパー、仏舎利を納骨する円錐系の仏塔。 日本の外場のモデルであり、語源であるの前で供養した宝石類を、仏舎利の代替品として持ち帰り、それを、知事の仏塔に収めた。この宝石を仏舎利の代用として奉納する手法は、古くから日本でも行われてきた。日本に現存する最古のストゥーパである、法隆寺五十頭の解体調査を行った、関野正の息子、関野勝によると、法隆寺五十頭の真相、 新柱の祖先に掘られた穴に収められていた縁シャリの正体はダイモンドであったという。日本への仏教伝来は538年とも552年とも伝えられており、この時仏像や経典がトライしたとあるが、シャリについての記述はない。日本初期には、水古元年正月15日、西暦593年に、ふつのシャリを持って、 方光寺の説の柱の石の中に置くとある。1956年、アスカデラ周辺の発掘調査により、方光寺、または、元五氏寺の遺構が現れた。そして今は失われた仏塔の新石から、木箱に収められたシャリ容器が発見された。シャリは593年に、新石に安置されたが、完成した仏塔は1196年に、落雷のため消失した。 シャリは、翌年一旦掘り出され、新しいシャリ容器と木箱に入れて、再び新石杖部分に埋めたものという。アスカ時代には、宝光寺、イカルガ寺、現在の法隆寺、現在の四天王寺など、立派な仏塔を備えた寺院が建立されているが、これらの仏塔は、仏通シャリを祀るものである。日本初期はまた、水古三十年七月、西暦六百二十三年に、 ラギのマッピーラ王が仏像、金刀、シャリなどを送ってきたとある。このシャリは四天王寺に収められたとされている。初期仏教では仏法、教えを尊び、また、インドの慣修儀礼に基づき像を作ることがなかったので、仏シャリが唯一具体的な形を持った信仰対象となっていた。しかし、日本へ伝来した時は最初から仏像があったので、 仏舎利とそれを祀る仏塔は必ずしも信仰の中心ではなかった。754年に元人が仏舎利を携えて来日しているが、806年に空海らが神言密教と共に大量の仏舎利を持ち帰った。以降、日本において仏舎利信仰が再燃し、仏塔だけでなく舎利容器に収めたものを室内でも礼拝するようになる。 江戸時代の鎖国、明治の廃物希釈などで海外との交流は途絶えるが、明治末期の1900年以降、スリランカ、タイなどの上座部仏教圏との交流から、仏舎利を贈与された例がいくつかある。第二次世界大戦後、熊本主岡山、静岡県御殿場市平和公園、兵庫県姫路市名、古山霊園など、日本各地にインドのネルー首相から、 ふつしゃが増与され、ドーム型のふつしゃ等が多数混流された。ふつしゃとは本来、釈迦の遺骨、遺骸、毛髪などであり、このようなふつしゃを、新し利、新人し利という。しかしマし利は、入手が困難であり、数も限られてくるので、各国で、ふつしゃの代替品を等に収めるようになる。一つは遺骨によく似た宝石や奇跡等を代替品とする例であり、 日本では特に、津軽地方のホロズキのシャリ浜、現在の青森県今別町、ホロズキやその周辺の海岸で採れる川ミや石英を、ふつシャリとみなして、古くから珍重した。上書した経典をふつシャリとみなして塔に収めることも、ある。このような例を、放射利、星新シャリという、法隆寺の百万塔だらにも、シャリ信仰の一つである。 1898年にネパールと国境に近いインド北部でイギリスの駐在官ペッペが古墳を発掘し、その際に発見した壺に刻まれていた古代文字を解読したところ、釈迦及びその一族の遺骨であると記されていた。遺骨はインドを統治していたイギリス政府から仏教国であるシャム、現在の大王国のチュラーロン公恩国王に譲渡された。その一部はビルマ、 ミャンマー、セイロン、日本などの仏教国へ分与され、日本へ譲られた遺骨を治めるために創建されたのが、格王山妃明キラ現在の格王山妃大寺である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。